はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、勇者シンクロンっていうデッキ皆さんご存知でしょうか。OCG ではですね、結構強いと注目されて、いるデッキでございました。レボリューションシンクロンとかね、来てるから今、OCG の方では。まあ、ちょっと違うデッキになってるんだけども、そっちのデッキをね、ちょっとオマージュしましてですね、マサデュル版にね、ちょっと改良して、使っていこうかというふうに思ってます。で、勇者シンクロンって何が相性いいかって話なんですけども、アサルトシンクロンが、2チューナー、になってまして、で、特殊が結構簡単なモンスターになってますんで、水使いとかと、シンクロしてジャンクスピーダーが出せると。で、勇者展開も絡められるということで、まあ、先行、勇者で、シチューナー用意するのも結構簡単にできますし、あと高校でドラゴバックとかからねまくっていくっていう動きもできますし、単純にレベル3を供給する手段としても優秀みたいな感じです。で、召喚したモンスターの効果を基本的にはそんなに使わないように構築しました。まあ、一応ジャンクコンバーターのジャンクシンクロンムーブだけはちょっと入れてまして、まあ、これがジャンクスピーダー出せるコンボなんでね、お手軽なんで入れてるんですけども、こいつの動き以外だと召喚したモンスターの方がほとんど使わないでいけるんですよね。3-2、まあ、コンボでジャンクスピーダー出したりとか、あとトークンとね、トークンとジャンクシンクロンでジャンクスピーダー出したりとか、なんかグリフォンライダーとジャンクシンクロンでなんかカオスルーを出したりとか、なんかいろんな動きできるんですよ。で、今回このデッキ無限にルートがありますので、手札によってなので、なかなか珍しいんですけども、展開ルートをブログで、まとめておきました。大体使うルート、大体僕が研究して、まあ、こういう感じで回したらいけんじゃないかってルートを、ある程度まとめておきましたので、よかったら概要欄からご覧ください。で、何をしていくかっていうと、基本的にはハンデスと妨害で相手を詰ませていきます、このデッキは。はい、まあ、バロネスからの煙玉とかね、ブレイバーみたいなモンスターの効果を使ってハンデスを知っていきつつ、オメガとかも出してハンデスして、で、盤面には、バロネス、アビス、ブレイバーとか、まあ、シャルルとかこういうモンスターを並べて、相手の反動を見ながら、ハンデスして、さらに妨害も構えてもう詰ませていく、これがこのデッキの強いところです。ちなみに先行は展開通ったらめちゃくちゃ強いんですけど、後攻はちょっとやっぱ弱いですね。はい、残念ながら、まあ先行取ればいいんでっていうか、この環境を高校取ったら勝てんくね、あんまりと思ってるんで、まあちょっと割り切っていこうかなと思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほど。ですね、これは一応いけます、通れば展開が。まあ裏側なんで増人のゲイはできてて、割とまあ悪くないハンドですね。で、この場合は静電の水使いを、持ってきて捨てるしかないね。まあ、これね、旅路をいっぱい入れてるのはジェットシンクロと一緒にレベル5ができるからなんですよ、シンクロ召喚でこれ結構強くて、水使い効果発動。ちなみに今回の展開ルートめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、手札の組み合わせによって。なのでブロックかなんかでね、ちょっと展開ルートまとめてね、デッキレシピの URL 貼って、いわゆる貼っとくから、ああ、オッケー、増地だったら大丈夫。そこをね、見ながら、もしよかったら、見てもらえるといいかなと思いますね。はい、僕が考えたちょっとルートなんで、もうちょっと強いルートとかあるかもしれないんですけどね。皆さん、なんかや、こういうのもありますみたいなのがあれば、使っていただけ、教えていただければと思うんですけども、ちなみに、今回一応、意識したことは、組み合わせ反応はいろいろあるけど、とりあえず、なんだ、ゴミを、減らす、デッキの中に、メインデッキの中にゴミを減らすっていうことと、あとエクストラデッキの中もゴミを減らすことですね。もし誘発で止められても、なんかいろいろなんかごちゃごちゃして、展開、まあある程度できるっていうように組んできたつもりです。はい、でジャンクスピーダー特殊召喚、成功したので無限にシンクロンが出てくると、バイッ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 毎回これ毎回思うけどさ、これやってることおかしくない？なんでこれチューナー4体が出てくるのこれ意味不明だけどな。で、1回アクセル出しに行きますか。スターダストシンクロモンスターがね、ちょっといないと、イルミネイトが発動できないので、アクセルシンクロスターダストドラゴン特殊召喚、成功時効果発動。自分の墓地の、レベル2か1の、チューナーを特殊召喚、ジェットシンクロン、そしてスターラストトレイ、イルミネイトの効果を発動。
イルミネイトの効果によって自分のデッキからスターダストトレイルを解く召喚。プルルルペイン。一旦イルミネイトの効果発動だな。イルミネイトの効果を発動し、スターダストトレイルの、レベルを、これは、下げるスタイルでいきましょう。そして、レベル3のトレイルにレベル4のスターダストシンクロをチューニング。シンクロ召喚現れよ、ライトニングウォーリアー。そしてトレイルの効果、ウォーリアーのシンクロストーンやったのでトークンが生まれるぜ。そしてこれちなみにアクセロンとかね使ってもね結構いいと思うんだけどね。マジでさ、このデッキさ無限に可能性あってむずいんだわ本当に。なんか何でもできるんだよマジで。だからなんか本当自分の好みに合わせてね、なんかねエクストラとかも、ね、変えてもらって構わないんだけど全然。ブレキの軍装の効果によってアサルティングシンクロを創生。ほっとっ。そしてうおアクセルシンクロ絡みつく時間振り切って、あ全然アクセルシンクロじゃないですけどね全然アクセルシンクロじゃないんだけど、ジェットシンクロとライトニングウォーリアーを使って新規の召喚現れよ、カオスルーラー。ブルルルリン。そしてカオスルーラーのシンクロ召喚成功時の効果、あでもジェットシンクロの効果を間違えて発動するとやばいこと起きるので、ジェットシンクロの効果暴発だけはちょっと注意してください。 OK、 何の効果もいらないと、まあいいや。で、これ使わなくても別にいいです正直。なんかエフェクトメーラーとか入ってるんで一応拾えたらいいなっていうぐらいで使ってるんですけど、これ使わなくてもいいです別に。カオスルーラーの効果はね、なんかグリフォライダー落ちるとかあるから。で、レッドデーモンアビスをシンクロ召喚。そして、これをね、これがマジで暴発しそうになるんだよね本当に。ちょ、毎回聞いてくるんだよ、ジェットシンクロンか、なんか効果発動しますかつって、僕の効果使いますかって聞いてくるのマジでうざい。そしてカオスルーラーを、墓地から特殊召喚。フルリー。そして自分の墓地で存在するジェットシンクロンの効果を発動。手札を墓地に送ることによって、これはもう旅路じゃないですね、自身を特殊召喚。はっ。そして、自分の、フィールド上の、レベル9になるようにシンクロ召喚をしていくぜ。うおー、勇気と力と害悪をドッキング。シンクロ召喚パワーツールブレイバードラゴン。シンクロ召喚成功時、効果発動、装備カードを装備するという効果、デッキ墓地手札から、あ手札じゃないか、で自分の、デッキ墓地から、あ手札からもいけるんだけど、ちょっと覚えてないけど、まあいいや。手札から別に普通に装備できるあんま関係ないから。デッキ墓地から、装備カードを装備しながらアサルトシンクロンでカオスルーラーが舞い戻る。はい。そして、ブレイバーの方が寄って煙玉を装備。よし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 、手札からいけるよ、手札からいけなかった。で、バロネスの効果発動。さあとりあえずお前の手札見せろ、おいお前の手札見せろ。おいおい、あーなるほど、まペルレイのですよねなるほど、さすがにペルレイのだよな、沼地入ってんだ珍しいね。でですね、自分のフィールド上のこれちょっとカオスルーラー若干もったいなかった感があるから、これ もうちょいなんかシンクロ伸ばしそうだなこれね展開で。こうしてでトレイルの効果発動、トレイルの効果によって自分のフィールド上に舞い戻る。そしてレベル4のあこれ装備しとこう一応、ブレイバーに装備。ちょっとやばいやばい時間がちょっと結構早めに回してるつもりなんですけどね。レベル4のトレイルにレベル4のスターラストシンクロをチューニング。シンクロ召喚現れよ、サイクレイブロード。お願い、これはねマーレ抜きたいね。あーでもサリークでもいいわ、サリークでもいい、サリークでも全然いい。でマーレがマーレと沼地っていうことは、マーレと沼地ね、こうやって詰ませる れるんですよ。で今バロネスで1回効果向こうあって、アビスで向こうあって、ブレイバーで向こうあるんで3妨害ありますよ。ここで3妨害プラス増殖処理で相手手札3枚で全部見てる俺手札、今沼地とマーレとなんかなんですよ。でマーレ召喚ね、だからマーレ召喚を普通にブレイバーで止めます。まずブレイバーで効果向こう、装備カードを墓地に送ると効果向こうね。はい、であとは手札は沼地となんかなんですけど、そのなんかのカードをバロネスか、アビスで無効にしたら勝ちどうですかこのクソゲー。これがね、これがクソゲーってやつです、本物の。ええ、よく相手されるんだしねえな。
さすがだわマジでやばいっしょこれね。マジでクソゲーなのか。ほんと遊戯王ってのそういうゲームだな。遊戯王って皆さんどういうゲームと捉えてますか。僕は遊戯王っていうゲームはどっちがどでかいうんこを相手に投げつけられるかっていうゲームだと思っていまして、はい、で双剣太鼓翔英さん出していく。でオメガ効果発動していく。で手札反応なんかあるの。なんだこれやばい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 、暴発しちゃったやばいやばい。トップそれか、トップそれだ。なるほどな。でハウフニスとハウフニスとマーレで流行さ、大丈夫だ大丈夫です。ショーエイいるから大丈夫、ショーエイいるから大丈夫だ。ハウフニス効果でそれはまあ止められないからよくて、で人から連れてくる除外するだから大丈夫だ。危ない。ちょっとこういう皆さんはね、なんかハウフニスケアを怠ってちょっと若干危なくなるみたいなことはやめときましょう。相手なるほどな、これがあるからサレンダーせんかったのか。やるな。でキトカロス、出てきても結局キトカロスが、除外されるからあんまり意味がないはいはいはい。とであれ手札沼地です。対戦ありがとうございましたあこれ使わせようなと、はい、はい、はい。いやーやっぱね、遊戯王って神ゲーでありゴミゲーなんだよね。うわ出た留意層、反応留意層。あでも反応留意層でも全然これ動けそうだな。ライディングデュエルアクセラレーションそれ言いたいだけこれはジェットシンクロンかな。ジェットシンクロンってな、ジェットシンクロン。あうららはなさそうな気がするね。うららもどうしようもねえ感じかな。無限包容とかはあるかもしれないか。一旦愚かな埋葬してみます。オロマイ発動を、まあさすがにオロマイといえばなんですけど、水使いを墓地にぶち込んでいく。やっぱおろ、うららはないね。うららはないで聖殿の水使い。これ結局このデッキ誘発きついんですよ。ジャンクスピーダー成立して効果通んなかったら負けみたいなとこあるんで、まあ負けまではいかない時あるけど、言うて展開を通して勝ちを近づけるデッキなので、相手の誘発何があるかをマジでずっとケアし続けなきゃいけないですよ、はい、基本的には。ちょっと一旦旅路、召喚してからよかったか。ちょミスったな。召喚してからでよかった気がする。強烈か。いや超烈、いやアラメシアでよかったな。まあいいや。グリフォンライダー、まあなんもなしそうだな。まあグリフォンライダー縦に行ってから展開するパターンでもいけんですけど、ちょっとこれ完全に間違えました順番。一回先これ召喚してからでした、すいません。まあでも言うてなんかなんもなしそうだよマジで。なんもないんだったら別にいっか。じゃあ好きに転換させてもらうぞ。うん、優先権移んないもんね相手に。じゃあこれこうして、はい、でドラコバック、ちょ間違えたけど、まあ、あんまかんそんなには関係ないわこの展開通るんだったらあんまり。でここでですね、まずアクセルシンクロ絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして、クリアワインドさんの効果発動して、ジェットシンクロンさんが特殊召喚される。でアクセルシンクロって言って自分をスターダストに変身させてからフィールド上のモンスターでシンクロ召喚を行う。これがね無敵のジャンクスピーダーってやつです。まあ、相手誘発多分持ってないんであんま関係ないかもしれないですけど、この何の効果も受けない、ジャンクスピーダーが出てきます。アクセルシンクロスターダストの効果で発動する、出てくると。で、ジェットシンクロの方が毎回効いてくるんですけど、罠なんでこれ発動しないようにして、で4321と、はい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 と OK で、スターダストシンクロの効果発動、スターダストイルミネイトを手札に加えていく。これね、この展開がね一番なんかね盤面かっこよくて強くなりますね多分。勇者のアラメシアプラスなんかジェットみたいな展開が、まあ、とりあえずまず、シャルル出します。はい、でこれ後でねハンデします。ピーピングハンデですね。でシャルル出す。で一回スターラソイルミネート打つ。これスターラソ
モンスターシークロモンスターいるんで、トレイルが特殊召喚できる。で、トレイル と、ジェットロンでライトニングウォーリアー。これちなみになんでライトニングウォーリアーが入ってるかっていうと、あのカオスルーラーの蘇生コストで光属性がいるんですよ、自分の持ちに。それです。トレイルとスタラノンはちょっと残しておきたいんで、墓地にね。なんで光属性であり、かつなんかシンクロモンスターのなんかレベル7とかだったらマジ何でもいいんですよ、これ。一応あのトレイルのそのトークンを生むっていう効果がなんかウォーリアーシンクロモンスターの素材になると使えるんですよね。だから一応ライトニングウォーリアーっていうやつを入れました。はい、これなんかこの辺の展開もほんとお好み焼きみたいな感じですけどね。もうジャンクスピーダーからの展開はなんかいろいろなんかそのデルタアクセルなんか3体が並べるみたいな展開もあるからね。まあちょっと今回コンパクトにしてるんですけども、一旦ですね、イルミネイトの効果発動しまして、でスターダストモンスターのレベルを下げます。でレベル7のスターダストドラゴンにレベル3のブリキの軍装をチューニング、うおルールドバロです。はい、これレベル1めっちゃいるの強そうしようね。まだちなみにこれ僕ジェットシンクロンの効果使ってないですから、はい、実は、ね、で、カオスルーラーシンクロ召喚効果発動、毎回ね、このジェットロンが効いてくるのマジで罠なんだよ。テレスオッケー、ジャンクロンエフェクトベーラーとかがあると、あーまあないか、ここでエフェクトベーラーとかサウラビスみたいなカードを加えられると、まあ一応なんかちょっとアドで、アビスを一回出しましょう。レベル、あ、闇属性のドラゴン族モンスターなのでレッドデーモンアビスが出てくる。で、ジェットロンは無視で、ここでルーラー効果発動、自分の墓地からこのライトニングウォーリアー、ここで一応ライトニングウォーリアーとかあの除外できるように光にしてるんですけど、まあ、今回はねちょっとカオスルーラーの効果があったので一応墓地超えてますけど、ここ光属性これしかないとかあるんで、トレイルとあいつあのスタダロンを除いてね。でジェットシンクロン効果発動、手札ぶん投げます。ドラコバックは後で装備するんでもうよくて、でこれ特殊召喚 OK で、ブレイビング出していきましょう。さあここで圧倒的最強パワーツールブレイバードラゴンをシンクロ召喚、そしてシンクロ召喚成功時効果、さらにアスタルトシンクロンの効果も発動。アスタルトシンクロンの効果によってこのカードをゲームから除外し、カオスルーラーを除外ゾーンから特殊召喚。フルリン、ポンポンポンと、はい、でルーラー無限に蘇生されて涙目、相手涙目で煙玉装備、ドラコバック装備、はい、で、バロネス君の効果発動、あ、これはいい、バロネス君の効果を発動する前に、ルーラーの効果をぶち込んでおきまして、スタダロンとトレイルを蘇生しておきます。はい、で、これでもう一回8シンクロをし直す感じですね。はい、で当たり前にオメガ、でこれで一応盤面だけで3判ですが確定しました。で、無効効果3回あります。3判です3妨害、相手の手札は6枚しかありません基本的には、全部止めるのが勝ちです。はい、で破壊効果、相手の手札見ます。あ、アドアシアか、なるほど。これはアナライザーですね、アナライザーで、ちなみに、これ結構高速で回してこの時間になるので結構高速で回してこの時間になるので、ガチで時間ないっていうことだけは言ってきますね。でエンドフェイズ、シャレルの効果発動して、煙玉をホイッとで、シャレルの効果で装備されるとカード叩き割れるので、やばい時間ない、かなり早く回してますからね、かなり高速で回してこうなります。でこれは、ガーディアンをぶっ込んでいきます。これでも相手何もできません。はい見えたカード全部止めていけば勝ちな、クソゲーだろ言うよってやないですね皆さん。どのぐらい自分が汚えうんこを相手にあの先に投げつけるかっていうゲームなんですね、うん、それ問題ないです。ゼロギドマは問題ない、ゼロギドマ1体でなんかしようあのできるわけないから、なんかうち上がってくるな、絶対サレンダーされると思ったけど、アルミラージからの、ゼノギタム効果、なるほど、奥、ちょっとうるさいから、これ、忙しいんだ、ちょっとうるさいわ、黙ってろ。で、
基本的には、サプライヤーね、やるで、ね、やるじゃん、まあ、向こうにしたら勝ちだ、はい、で、サプライヤー無効になってパコーンになって、はい、で相手うんこみたいな魔法カードしかないから、はい、何一つできないと。これが遊戯王です。これが遊戯王というゲーム、皆さん終わりましたか。どうやら理解しようですね。これが遊戯王マスターデュエルです。あーなんもねー。ちなみに高校はね、勇者が引けてるとちょっとだけあの抗ったりすることはワンチャンできるかなって感じなんですよ。まあただね、結局今の先行って妨害数めっちゃ多いから、まあ、増殖する G で止まってくれて、なんか勇者ギミックで相手の妨害踏んで、その後に展開自分が通せればなんかワンチャンみたいな感じかな、うん、まあ、基本はあんまり強くないかなって感じですね。高校を取るデッキじゃないからさ、そもそもハンデスしようとしてんだからさ、まあ、高校を取るデッキじゃないので、まあマスターデュエルにはちょっとあんま向かないかもしれないね、あの高校がめっちゃ弱いから。なんでこの、まあ先行はまあそこそこ強いみたいな感じだけど、ジャンクスピーダーやばい、ちょっとあれ相手も不動優勢だった、相手も不動優勢でした。これ完全なるクソヤバムーブを見せつけられそうです。クイックロンまで出てきた。やばい、クイックロンまで出てきちゃった。あ、高麗する奇跡の方か。いや、そっちはやばいね。そっちの展開はね、あ、ちなみにこっちの展開はメインデッキとかエクストラデッキ結構使うし、ゴミめっちゃ増えるんで、その実戦ってほらね、こういうこと起きるからなんかね、結構ゴミ増えるんですけど、ただ展開通った時はめっちゃやばいんすよね。こっちの方が全断然ハンデスとかないと思うけど、多分、まあ、ちょっとどういう最終盤面になるかはちょっとまだ分かんないけどさ、無理。やっぱ俺遊戯王じゃんけんでいいと思うんだよね。ああ、ってことは目線合ってさ、どっちのターンとか強いかで勝負しましょうって、よくない？